いやー、ついに来ちゃいましたね。新情報発表スペシャルということで、もうこれ遊郭編オンリーですからね。いや、これかなり期待なんですけども、まあ、こちらでね、発表されることちょっと予想しておきますと、まあ、PV 第2弾とか、新キービジュアルとか、まあ、放送日、まあ、そして放送局なんかもね、ワンチャン発表するんじゃないでしょうかね。で、まあ、上限のね、新たな声優さんっていうのは、まだ発表しないんじゃないかなと思ってて、まあ、本当声優さんっていうのは、まあ、無限列車編の時もそうだったんだけど、もう直前まで皆さんに楽しみにしてほしいよっていうことで、まあ、多分、放送日と同時に発表すると思うんですよ。まあ、だからまあ、ダキとかの声優はまだ発表しないかなと思うんですけど、まあ、かなりね、大きな情報が発表されると思うので、まあ、なんかね、発表され次第また僕もね、動画にしていこうかなと思います。かなり楽しみですね。はい、どうも皆さんこんにちはのちです。ということで、お久しぶりですね。本日はですね、遊郭編についてね、皆さんが知りたい内容っていうのをね、すべて詰め込んできたので、ぜひね、最後までご覧くださいということなんですけども、もう本当遊郭編のすべてを本当に詰め込んできてます。ということで、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、まずね、放送日をね、予想していきましょうか。放送日なんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、秋アニメ10月放送開始で、もう 80% 確定なんじゃないかなと思っていまして、まあ、理由としましては、まあ、10月にね、鬼滅のイベントがたくさん密集してるんだよねっていうことで、まあ、最近、日の神血風炭とかね、そういう大きなね、ゲームの発売日なんかをね、発表していましたけども、ほんと10月に密集してるよねっていうことで、まあ、アニメ放送のタイミングに合わせてるんじゃないかなと、僕は思っております。まあね、いろんな面から鬼滅を盛り上げようとしてんじゃないかなと、まあ、いうことですね。まあ、そしてね、夏アニメがもう始まってしまったから、まあ、今年はもう秋アニメしかないよね、と。まあ、ただ、冬アニメの可能性っていうのは全然あるんですよ。延長して、まあ、冬っていう可能性も全然あると思うんですけど、まあ、でも秋アニメの可能性が僕は高いんじゃないかなと思ってます。まあ、でね、この前、10月放送開始なんじゃないかなっていうリーク情報が出てたんですけども、まあ、それら含めてね、やっぱ10月なんじゃないかなと僕は思っております。で、まあ、去年ね、無限列車編の公開日である10月16日なんかはね、ちょうど1年でいいんじゃないということで、まあ、その辺で来ると思ってます。なんでね、まあ、10月16日とかだったらね、面白いですよね。まあ、続いてね、放送局の予想していこうかなと思うんですけど、まあ、放送局はですね、まあ、フジテレビという説がね、僕は高いんじゃないかなと思っていまして、まあ、土曜プレミアムで鬼滅の刃を放送していたことと、まあ、この前リークされていたこと、まあ、これら2つのことから、まあ、フジテレビの可能性が高いんじゃないかなと思っております。ただ、まあ、確定ではないよね。まあ、アニメ1期を放送していた東京 MX の可能性もまだ全然ありますよと。まあ、公式的に発表されたわけではないので、まあ、この辺はまだまだ、ほんと期待できるところではあるんですけども、まあ、可能性としては、この2局の可能性が高いですね。まあ、原作改編とか、まあ、規制とかしなければ別に僕はフジテレビでもいいかなと思ってるんですけど、まあ、やっぱりね、CM の多さとか見てると、僕は東京 MX の方が大好きですね。まあ、尺がちょっと短くなっちゃいそうだしね。さあ、続いて、何話やるのっていうことなんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、前回動画にもしていたんですけども、まあ、再びちょっと予想していこうかなと思います。まあ、まずですね、アニメ第1期はですね、原作7巻の始めまで進んでいて、まあ、こちら全53話分となっております。で、そちらがですね、アニメで26話分になっていると。それで、間に映画7巻8巻が含まれていて、で、アニメ2期はですね、原作8巻からスタートするんじゃないかなと思っております。で、だいたい11巻の終わりまで行って、まあ、全34話分なんじゃないかなと思っております。まあ、これ以上行っちゃうとね、刀鍛冶の里編始まっちゃうよっていう感じだと思うので、まあ、これぐらいかなと思ってるんですけど、まあ、その割合でね、計算するとですね、まあ、アニメ16話分になるんじゃないかなと思っております。なんでね、まあ、ワンクール16話分になるんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、ちょっと微妙ですよね、ワンクール16話って。まあ、ただね、遊郭編オンリーだと、原作の尺的に、ほんとアニメ16話分ぐらいしか作れないんですよ。だからまあ、2クールやってほしいっていう結構意見がね、あったんですけども、まあ、もし2クールやるならっていう予想だと、まあ、2クールやるなら分割で、まあ、一旦16話で終わって、まあ、その後、まあ、刀鍛冶の里編なんかをやるっていう、まあ、そういう可能性も全然あるんじゃないかなと思っておりますね。まあ、そしたらね、結構いいんじゃないかなと思ってますね。まあ、ということでね、まあ、この辺は本当に
楽しみにしておきましょうと。まあ、遊郭編オンリーだとね、本当になんか微妙な尺になっちゃいますね。さあ続いてどこまでやるのっていうことなんですけども、まあおそらくですね、まあその親方様がこううってなっちゃうシーンがあるんですけど、まあそこのシーンまでか、まあ上限の鬼がバーってこういろんなね上限の鬼が登場して、まあパワハラ会議っていうのを行うんですけど、まあそのシーンまでかなっていうふうに思っておりますね。まあここはほんとね、まあこの辺だよねっていうことなんで、正確なとこまではわかんないですね。まあこの辺だと思ってます。はい、まあ遊郭編の切れ目がまあ多分この辺なんで、この辺だと思ってますね。はい、さあ続いて結構重要なね声優は誰ということなんですけども、まあ遊郭編で登場するのは、まあ確実に登場するっていうのは、まあ上限の6ですよね、ダキと牛太郎なんで、まあ今回はねダキと牛太郎を正確に予想していこうということなんですけども、まあダキはですね、あのルパン三世の峰不二子を演じた沢城みゆきさんなんじゃないかなと思っておりますね。まあこれはもう何度も言ってるんで、まあ僕の視聴者なんかはね、まあ本当にああ沢城みゆきさんかっていう感じなんですけど、まあ大好きなんで、まあ沢城みゆきさん来たら本当嬉しいなっていう感じです。はい、まあそしてね牛太郎の声優さんはですね、まあおそらくあの呪術廻戦のナナミンなんかを演じた津田健次郎か、まあね吉野博之さんなんじゃないかなと思っておりますね。まあ個人的には津田健次郎さんを推してるんで、まあそっちがいいかなと思ってるんですけど、まあこの二人ということで、まあここはまあどっちかわかんないよねっていうことですね。まあねこれあくまで予想なんで全部外すっていう可能性も全然あります。はい、まあそしてね、あの上限の鬼のね他の声優さんなんかはね全部こう予想してるんで、よかったらね皆さん動画ぜひぜひご覧くださいと。さあ続いて歌手、まあオープニングエンディングは誰ということなんですけども、まあ一期オープニングエンディング映画の主題歌担当はまあリサということで、まあこれまでずっとリサがやってきているので、まあリサの可能性はもうむちゃくちゃ 90% です。はい、高いです、本当に高いです可能性は。まあただちょっと冒険してみようよということで、まあ他の歌手なんかもねちょっと予想してみようかなと思います今回は。まず一人目米津玄師さん、なんでかっていうとですね、まあ同じジャンプのヒロアカ2期のオープニングを担当していると、あの有名なピースサインですね。でその時の2期2クールのエンディングはリサだったんだよねっていうことで、このリサと米津玄師のコンビっていうのはワンチャンあるんじゃないかなと思っております。でね、まあ、同じジャンプのねヒロアカということで、まあ、全然ほんとジャンプつながりで可能性あると思いますよ本当に。で、まあ、僕の大好きな米津玄師さんなんで、まあ、来たら嬉しいよねということで、まあ、オープニングなんかね米津玄師さんだったらほんと嬉しいですねと。さあ続いてねもう一組ねちょっと予想していこうかなと思うんですけど、和楽器バンドっていうことで、あの千本桜のね和風バージョンを歌ったあの方たちですよ。でこれなんでかっていうとですね、まあド派手で和風だよね、まさに遊郭編っぽくないと。本当にね吉原なんちゃらっていう曲があるんですけど、まあそちらがね本当和風でめちゃくちゃ遊郭編っぽいんですよ。まあだから和楽器バンドなんかもねあるんじゃないかなと思っております。まあこちらね視聴者さんの意見でも結構あったので、まあ紹介してみました。はい、和楽器バンドとかもねありそうだなと思いますね。はい、ということで、まあオープニングエンディングとかは結構ね気になりますよね。はい、まあこの辺は結構楽しみにしておきましょうと。さあ続いてですね、アニメーション制作はということなんですけども、まあこちらはもう変わらず UFO テーブルさんということでね、まあこの前ねちょっと遊郭編のね新規カットをねちょっと公開しておりましたけども、こんな感じと。もう安心の安心の安心の神作画ですよね。僕はもう本当に本当に UFO テーブル、まあバトルシーンを描かせたら UFO テーブルさんが本当にあの日本一なんじゃないかなと思っておりまして、いや戦闘シーンね本当に UFO テーブルさんすごいっすよね。まあ僕は、まあ、戦闘シーンとかで本当すごいなって思うのは、あと他にビットスタジオさんとかねいるんですけど、まあ本当そこと比較しても負けず劣らずと日本一のバトルシーンを描ける会社なんじゃないでしょうか。本当に UFO テーブルさんの作画はもう毎回毎回感動してますから、本当にむちゃくちゃ楽しみですね。はい、ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。
いやほんとね、視聴者さんの意見とかを今回参考にして再び作り直してるっていうことなので、もうぜひぜひ皆さんのね意見なんかもコメント欄によろしくお願いいたします。ということで、この動画が良かったよという方は高評価、まあ、そしてねチャンネル登録なんかもねぜひぜひよろしくお願いいたします。いやなんかね、僕の視聴者ね結構ねチャンネル登録してない人多いんですよね。なんでぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今度ねまた火曜日に発表あると思うんで、発表あったらまた詳しく動画にしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。